こんにちは。まあ、今日は、マダラ人間とミルクボーイのコラボのにあたって、アイテムを紹介させていただきたいと思います。今日は京さんにも来ていただいてということで、はい、こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、めっちゃ完璧見てるけど、あ、ごめんなさい。はい、大丈夫です。頑張ります。では早速紹介したいと思います。まあこれ、そうですね、バーカーから渦巻きのバーカーから、はい、これはなんか92年のバットマンの、ペンギンっていうキャラがいるんですけど、そのいつの武器で傘がこうぐるぐるになってて、ですごいそのキャラが好きで、はい、でそのなんかこう回してなんかこうなんすよ、操ろうみたいなすんだけど全然効かへんくて、あ、そうなんで、その渦の中にその、はいはい、このマダラとミルクボーイの世界に入っていくみたいなイメージで、なるほど、あのぐるぐるにした感じですかね。あとこれ蓄光で、はい、あのこれも蓄光なんですけど、そう、側尾とかすごい好きで、それでなんかなんだろう、もう自分自身が側尾に近づけるみたいな趣味で、なんか蓄光にしたくて、はい、蓄光になってます。暗闇で光る、そうですね、ブラックライトっぽいところで光ったりする。そうですね、だからライブ来てったら結構目立つんじゃないですかね。そうです、うん、はい、サイズが、今俺が着てるのが、そうですね、WXL を着ていただいてます、うん、俺が着て、まあこんな感じですかね、はい、あとサイズがなんだっけな、一つ小さいやつ、そうですね、あ、今着ていただいてるのでちょっと着ていただいていいですか。あ、これも WXL ですよね。女性が着るとか、あ、そうですね、女性が着ると、はいはい、こういうサイズ感になって、かわいいですね。まあなんかスラックスとか、まあ、スキニーでも合わせやすいし、マックスかラバーソールとか、まあ何でも合うかなっていう感じで、はい、はい、かわいい、ありがとうございます、はい、はい、次がですね、こちらジャケットです、はい、はい、ありがとうございます、はい、よくわかんない、ね、で次はこちらのコーチジャケットですね、はい、後ろにはプリントが入ってて、袖にもプリントが入ってます。これもこの渦巻きがあって、その渦巻きの中にアリスがなんかあの入ってったみたいな、うん、でそのアリスがなんかそのなんか強敵なもので、これもあのペンギンがあの移動する時にこのアヒルの車みたいに乗ってて、それのあのキャラクターをイメージしてて、それをこのアリスがぶっ殺すみたいな基本的なアリスをイメージして一応あのデザインしました。これ結構あの何でも合わせやすいと思いますね。そうですね、うん、でカラー展開が、ブラックとベージュですね。こちらはいになっております。ハーフパンツでも合うし、結構サイズ感が今僕着てるんですこのぐらいです、うん、ワンサイズ、あ、はい、そうですね、これがちょっと固めな感じの生地、そうですね、かわいいです、といった感じですね、はい、はい、で、次が、シャツ、ちょっと色違い、一応今これが、自分が着てるシャツで、そうです、これは悪魔のモチーフといいますか、ちょっと子供たちがこう悪魔にこう囚われてしまってるっていう感じの、デザインでして、まあ、ちょっと後ろが、よく見ていただくとちょっとあの、まあ、街というかシティみたいな感じになってて、そこにこう落ちていってしまうというちょっとまあダークっぽい感じのデザインになってるんですけども、あ、ちょっと寄ります。ちなみにそのお尻ペンペンされてる絵がすっごい好きでちょっと写しますね。そうですね、これになります、見えますか、そのお尻ペンペンされてる横の女の子のその顔が何とも言えない、そうですね、ちょっとかなりすごい好きですね、はい、引きつっちゃってますね、これ見えやすいんじゃないですか、そうですね、ちょっとこちらで、すいません、はい、この、あ、ありがとうございます、お尻ペンペンされてる子もいます
で、カラーが2色になりまして、ちょっとこっちが、モーブっぽいというか、その若干パープル味がかかってるグレーのような感じと、あとブラックになりますね。でサイズがワンサイズになっております、ね、はい。で、まあ、自分が着てる感じですと、こんな感じなんですが、またちょっと女性の方に着ていただいてので、はい、こんな感じでも可愛いと思います。はい、あ、後ろがちょっと長いんですよね、これが。はい、後ろのシルエットも可愛いです。ちなみに何センチぐらいの、あ、何センチ、あ、153センチの方が着ると、まあ、こういう感じで、まあ、スカートとか今合わせてもらってるんですけど、そういう感じでもすごいいいと思います。はい、ありがとうございます。続いてパーカーに行ってしまいます。次がパーカーになります。で、これが、今紹介させていただいたシャツの、悪魔にとらわれている子どもの子のデザインでして、ちょっと見えますか。これもなかなかちょっと男の子の顔が引きつってますね。どれ？あ、そうなんだよね、この耳を引っ張られてるっていうのが、あ、そうです。髪の毛も食べられてる、ね、すごい痛そうですね、とても。でもそんなそこまでの拷問じゃないよね。あ、そうですね。ちょっと軽めに、はい、チェーンとかもつけられちゃってるんですけど、はい、こんな感じになっておりまして、うん、後ろがロゴのデザインになっております、ね。はい、配色がすごい可愛いです。黒が、エメラルドのような感じの色ですね。でブルーがもうちょっと、あ、でもこれは一緒の色ですね。はい、でサイズがワンサイズになっています。これがあと紐が変わってるのとかですね、紫、はい、はい、そうっていう感じなのでチェックしてみてください。紹介したシリーズになっているんですが、あ、そうです、今シャツにもいる女の子の絵のスウェットになっておりまして、こちらは、スウェットのタイプのみになります。で後ろが、まあ、こんな感じになっておりますね。であと袖の方にもプリントがあるので、チェックしてみてください。はい、ワンサイズですか。あ、これもそうですね、ワンサイズ、はい。これ謎ですよね。ちょっとみんな謎だと思うんですよ。これ何なんだろうって。これちょっと初めて言うんですけど、これ僕飼ってる犬なんですよ。かわいいですね。で、この犬名前プンちゃんって言うんですけど、プンって入ってて、それでまあスターウォーズに出てくるウィケットとかチューバッカに似てるっていうところから、ちょっとまあスターウォーズ感みたいな感じに、まあ、色もね、僕の今の髪の毛の色にみたいになって、可愛いですね。いや、これはね、まあ可愛いですよ。可愛いですね、これ。親心的に、こいつはもう可愛いですよ。そうですね、これ本当に、なんかプリントの感じがこう、プンちゃんの写真とこうプリントで混じってて、まあ、地球のこう、うん、プンちゃんが制約してるような感じなんですけど、あ、侵略してるような感じで、で、まあ、これタバコってます。タバコがはまり、そうですね、ちょっと悪い感じに持ってますね、文ちゃん。まあ、あんまりね、性格良くないんで、はい、ちょうど合ってきます。あ、そうです。はい、はい、すごい可愛いです。そういう、はい、はい、僕が、はい。プンさんも撮影で来ていただいてました、ね。あ、そうですね。はい。すごいいい感じに。はい、そういう感じです。はい、結構カジュアルめですね、中のアイテムが。で後ろにプリントはないんですが、前にロゴが入ってますので、うん、でタグが、黄緑色の可愛い感じになってますね。はい、あ、黒、はい、あ、来てくれてますね。色黒の方が、はい、メンズも着やすいというか、まあもちろん
男女ともに着やすいデザインになっております。黒だとロゴが黄緑になってますね、はい、で ありがとうございます、はいあ、今日ですね。今、履いていただいて見えるかな？見えます？3色はい、3色で、今日さん着ていただいているのがちょっとピンク緑みたいな、そうですね、ちょっとサイケデリックな感じのもので、はい、で、僕が持っているものが、先ほどのジャケットの茶色の見えますか感じになってますね。で、今こちらで履いていただいているのが、白地ホワイトベースにブラックのプリントのものになります。ちょうどこう真裏に来る感じなんで、あ、そうです、うん、かわいいですこれすごく。でサイズが23センチくらいかな、27、はい、すごいたくさんの方に履いていただけそうなサイジングになっております。はい、シルバーリング、あ、リングですね。これあの、僕つけてるやつなんですけど、なんかちょっとこうボコボコしてて、でここはあのミラーになっててすごい光るんですよね、反射して可愛いですよ。それで、まあ、ここにあのダブルネーム入ってて、で中にですねジルコニアが、わかりますかね、うん、すごい凝ってますね。だからこうあの置いててもあのなんか絵になるっていうか、うん、ミラータイプですね。そうそう、そういう感じで、これすごい気に入ってます、これ本当にライブの時すごい多分反射すると思うんで、あそうですね、今日さんサイズは今何つけてますか？僕なんですかね、12?14? これ僕14ですね、この意味で14と17ですね。今サイズは何ですか？同じですね。あ、同じ14。あ、で、人差し。あ、17。じゃあ17ですね。で、外箱がまあこんな感じですね。かわいいです。すごい。重厚な感じになってますね。で、そうですね。を今一連の流れが終わりまして、あと、箱根のポップアップ、ソフティを販売するにあたりまして、こちらなんですが、これが、ミルクボーイのポップアップの際に販売するものでして、父さんソフビすごい好きです。はい、好きです、はい、でちょっと今回コラボということでこれがすごくて、マダラと入ってまして、さっきのお腹のこうぐるぐるも、そうですね、ここが一緒ですごい可愛いです、これが頭取れんだよね。あ、頭すみません。取っちゃって大丈夫。なかなかちょっとすごい感じですが、こんな感じで、アップで、で後ろがこういう感じですごいとても可愛いデザインです。っていうか怖いというか、はい。でこれがかなり少量で6体の販売になっておりまして、で今日はちょっと特別に。はい、今日さんに、はい、サインをいただけるということで、はい、6体あるので、はい、ありがとうございます、はい、じゃあサインをしますね。よいしょ。なんかゴールドとシルバーのそいつスペシャル、あ、スペシャルです。あ、もうちょっとスペシャル。じゃあこれのシルバーで大丈夫です。とりあえずじゃあこの裏にですね、見えますかね、ここにこうやって6体書きますね、今。あ、そうですね、ありがとうございます。見えますか？その間に告知、一応ポップアップの、告知をさせていただきます。11月のあさって5日から
6日7日でラフォーレの2階にてポップアップマダー人間とミルクボーイコラボレーションになります。とその後11月の12日から、21日でミルクボーイ原宿本店こちらのスペースでポップアップをさせていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね、チョフビーが並ぶのは、原宿の方になっておりますね。あ、皆さんありがとうございます。はい、これは1体僕ももらいます。あ、そうですね、はい、なのでちょっと数がすごいあれなんですが、ぜひゲットしてみてください。あと原宿の時は僕が持ってる、個人的に持ってる作品とか、ね、ちょっとおもちゃをちょっと並べようと思ってます。はい、そちらもすごい、はい、ぜひ見ていただきたいです。はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい、はい、サインもたくさん、いいでは大丈夫ですか。じゃあ、ラフォーレ皆さんよろしくお願いします。ぜひ足を運んでみてください。来てね。さよなら、よろしくお願いします。